J リーグ史上最低の無能監督トップ4。第4位小倉貴文、2016年、指導歴のないままいきなり名古屋グランパスの監督に就任。5に頼る単調な攻撃は長くは続かず、クラブ史上最悪の17試合連続未勝利という記録を樹立。その後事実上の解任となる休養を発表。結果クラブ史上初の J2 降格を喫した名古屋は、絶望の小倉貴文と呼ばれた。第3位ゼリコ・ペトロビッチ、2011年、古巣である浦和レッズの監督に就任。タレント揃いの浦和に実績十分のペトロビッチ。周囲からも期待が寄せられていたが、結果は振るわず J2 降格の危機に陥り解任。サッカー専門誌では10点中 3.5 点という低評価を複数回つけられた。第2位ルイス・カレイラス、2018年、サガン鳥栖の監督に就任。指導歴はあるもののいずれも短期で辞任していることから不安視されていた。フォワード陣には攻撃だけに専念させるという極端な戦術で守備が崩壊。結果、9試合で1点しか取れず J リーグワースト記録を樹立。2ヶ月も経たないうちに解任した。第1位セホーン、2012年、ガンバ大阪の監督に就任。前任の西野監督が築き上げたパスサッカーをやめロングボールを多用。その結果、中盤に空きが出てピンチを招くように、5連敗を喫した後、解任。その後も調子は上がらずガンバは J2 降格。監督だけでなく、フロントの責任も大きいですね。